あんちゃん、あんちゃん、はい、グリップの握り方ってさ、はい、最近よく聞かれるっちゃけど、はい、決まりってあると？あ、いい質問ですね。あのストレートグリップとフックグリップどっちがいいですかって質問結構受けるんですけど、結論、どっちでもいいです。スイング中 の, そのフェース面の管理ができればどっちのグリップでもいいです。ただどっちのグリップでどういう風に手首を使うとどっちの球が打ちやすいですよっていう、確率がいいですよっていうグリップがあるので、それについて今日は説明していきたいと思います。結論、どっちでもいいです。はい、ありがとうございます。さっきの説明して。はい、了解です。フックグリップと、まあ、フックグリップって基本的にこう右打ちで説明すると左肘をこう内旋してこういう風に持つ握り方ですね、とストレートグリップ、これの違いと利点について説明していきます。結論ですね、フックグリップでもストレートグリップでもどちらでもいいです。というのは先ほど言ったように、フェース面の管理、しっかりインパクトの時にですね、フェース面が垂直に、フェース面というのはこの上の部分じゃなくて下の部分、リーディングエッジの部分ですね、これがボールに対して垂直に向ければどちらでもいいです。なので、結論としてストレートグリップでもフックグリップでもどちらでも OK なんですけれども、トップスイングの時のフェース面、ここだけチェックしててください。ここのフェース面がですね、このように開いて上がってしまったり、極端にこのようにシャッとかぶって上がってしまうことにより打ちやすい球筋が変わってきます。というのはストレートグリップに持ってもこのまま左手首を後屈してしまえばフェースはかなり開いてしまいます。で、開いたフェースというのはインパクトで過剰に返さないとまっすぐ向きません。スクエアというのはこれぐらいですね。なので左手首をちょっと難しいけどストレートに持つと左手首を小屈、こちら側に折ること、小屈することによってみんなボールを捕まえてきてます。これストレートグリップで握って左手首を後屈してしまうとフェースが開いてしまいます。なのでストレートグリップに持つ人は基本的に左手の手首をこうやってボール捕まえてください。もちろん過度なローテーションでボールを捕まえてもいいんですけど、インパクトの時にね、手首を返して捕まえてもいいんですけど、基本はトップスイングで左手首をこのように小屈することによってこのダウンスイングの時にフェースが閉じて降りてくるようになるので、それでボールがしっかり捕まって右に行かなくなりますので、ストレートグリップの方は左手首を内側に折れないようにこれ注意してやってみてください。続いてフックグリップです。フックグリップっていうのは左手首をこう内旋、左腕ですね、左腕を内旋してこのように強めのフックで持つことです。で、これも言ったようにフックグリップっていうのはもともと手首が内側に折れてますので、手首が内側に折れててもフェースがちゃんとこのようにスクエアに向きます。なのでこのまま基本的には打っていただいて結構です。なんで一番簡単なのはちょっとストレートよりもフックに握っていただくこの握り方かなと思いますね。で、トップスイングのこのフェース面チェックですね、開いてないか、閉じすぎてないかチェックしてスクエアに上げて打つと。で、フックグリップの場合は手首をこっちに小屈しなくてもフェース面がだいたいこう閉じて降りてきますので、ボールが捕まって右に行きにくいのでこのまま打つのがいいです。なんで僕はちょっと球の捕まりが悪い方とかには、フックグリップをお勧めしてます。で、稀にフックグリップが強くてしかも手首がストレートグリップの時のようにこう小屈してダスティン・ジョンソンっていう選手みたいにめちゃくちゃ逆ロール、こうフェースが真上を向いためちゃくちゃシャットに上がっている人がいるんですけど、そういう人は体をリードさせて腕とフェースを遅らせることによってこの被ったフェースをスクエアに戻しているんで、まあ、これが悪いわけではないです。まれに言います、フックグリップで小屈してフェースが真上を向いてすごくかぶってくるんですけど、体を先に切ってルックアップ、顔を先に上げることによってフェースをスクエアに向けるって人もいるので、まあ結論、最初に言ったようにストレートグリップでもフックグリップでもフェース面の管理ができればいいと思います。まあ、僕個人的にはトップスイングでシャフトがシャッと閉じて上がる方はインパクトで返すのがリスクがある、ドローボールはリスキーなので、シャットに上がったらあと体をリードしてフェースターン、こうクラブのロールを少なくして
フェードを打つっていうのが僕はおすすめです。ぜひ皆さんもやってみてください。